ゴールドディスクは、各国別に設けられた基準に、基づきその国内におけるレコード売上枚数もしくは、出荷枚数に応じて、当該楽曲に対し与えられる賞である。以降は、基本的に、ダブル、トリプル、クワドラプルと増えていく。各国ごとに回にシルバーディスク、上位にプラチナディスク、ダイヤモンドディスクなどが用意されている場合もあるほか、シングルやアルバム、 ビデオなどで別の基準を定めている場合もある。受賞曲には記念品として、額に収められ名盤が添えられた銀、金、プラチナの色のレコードが贈られる。ゴールドディスクの期限は売り上げに貢献した作品を、運ーアーティストに対して、各レコード会社が与えるもので、120万枚を売り上げた映画、銀レーセレナーデで,で使用されたグレンミラー、チャタヌーガ中中に対して、 RCA レコードが1942年2月に重要したのが始まりである。ゴールドディスク認定は通常取り消しとなることはないが、レコード会社から認定自体の申し入れがあった場合など、稀に認定が取り消されることがある。日本では2014年2月に、サムラ川内守る名義の CD、公共局第1番広島について、 レコード会社の日本コロンビアから認定自体の申し入れがあったとしてゴールドディスク認定を取り消した例がある。なお、日本でゴールドディスク認定が取り消された例は2014年現在、本県が唯一である。ありがとうございます。